星の王国サファリワールドへとご案内いたします。なお車内での禁煙にご協力をお願いいたします。進行中非常の場合は各車両前方上にあるボタンを押してお知らせください。アドベンチャーワールドは広さ100万平方メートル、約30万キロ、海の動物たちが暮らすマリンワールド、陸の動物たちが暮らすサファリワールド、そして動物たちとの触れ合いを楽しめるエンジョイワールド、3つの世界に分かれています。アドベンチャーワールドは人と動物と自然との触れ合いをテーマに笑顔あふれる時をお届けしています。ご乗車いただいているケニア号は4両編成で全長40メートル、力が大変強く25トンまで引っ張ることができます。今日はこのケニア号でサファリワールドを探検しましょう。大人が
が 1.2 メートルにもなります。アフリカのサバンナでは他の動物たちから配役として頼りにされているキリン。アドベンチャーワールドに暮らすのはアミメキリン。背の高さは米中で約5メートル。生まれた時に赤ちゃんはすでに 1.7 メートルから2メートルもあります。あの長い首の骨は私たちと同じように7つ、一つ一つがとても長いのです。褐色の体で背中からお腹に向けて白い線があると中央南アフリカに住むエランドです。大きな体に似合わず身軽で2メートルほどジャンプできます。